1981年の南海ホークスでは、1981年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、ドン・ブレイザー監督の1年目のシーズンである。広瀬義則前監督の辞任を受け、1980年の途中まで阪神の監督だったブレイザーが、野村和也元監督の解任以来4年ぶりにチームに復帰。前年に使用して、 再開の原因となった縦島ユニフォームや赤椿帽子の廃止など1978年の再開転落以来低迷するチームの立て直しを図るがブレーザー監督の考える野球は他球団に研究されるなど苦戦が続いた。前期は角田博光やナトリ和彦とのトレードで西部から移籍した事務ロ論がチームを引っ張り、前期は5位ながらも借金3で終了。 後期以降の勝率五割に期待がかかったが、近鉄の復調で最下位に転落。結局、ブレイザー監督一年目は五十三勝六十五敗十二分の五位に終わったが、借金が前年の二十九から十二と大きく減り翌年に期待を持たせる結果となった。投手陣ではこの年入団の山内和弘と山内隆則に加え、エースの山内真一も含めて、 三内トリオを形成し、防御率こそ4.37で最下位だったものの、前年の5点台後半からはやや改善された。山内は、山内隆はこの年、以降 AS として活躍し、弱い時代の難解を支えることになる。対戦成績は優勝の日本ハムに4勝18敗4分と相性が悪く、特に後期は同一カード9連敗を喫し、 日本ハム優勝のアシスト役になってしまった。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。